はい、できます。あ、お願いします。3903です。はい、3903お願いします。はい。おお、高い。高い。いい、高い、すごい。いやー、すごいね。おお、広い。またアップグレードしてくれたね。ありがたいな、アップグレードが。万国を一望。湯船嬉しいよな、湯船があってトイレも綺麗。はい、到着しました。バンコクマリオットスクホテルスクンビというね、はい、でまたアップグレードしていただいたので39階までアップグレードしてもらいました、はい、めっちゃ高いです一望やな、一望できますな、はい、じゃあちょっと散策を、近所の散策をしていきたいと思います。はい、はい、行ってきます。なんかだったな。怖いもう。はい、早いから。はい、今なんか車の事故があったと思います。なんかバーンとなりました。こんなに早かったら当たるで。そう。そばがあるよ、そば。な、もう日本料理。美味しそう。鶏そば。ね。あ、いいよいいよ。いいね。これ。これ。よし。卵。オッケー。いおっと、また愛子がこけそうになりました。おお。ここは、何々駅？トロント駅です。はい、待ち合わせをしてます。50でもなんか何駅降り知ってるって、もう舞台駅アモール、うん、これの次アソーク、ずーっとあっちまで1つの100おはようございます。あ、もう嫁の愛子です。はじめまして。ほら、でも可愛いな。タイに来て。ちょ、あ。思うやろ。ほらほら。バンコクにもやっぱりメイドカフェはありました。ここ一番のメニュー。シミが8000円ぐらい。1000円ぐらい。
はい、ホテルに戻ってまいりました。で、ルーフトップバーがここなんかすごいって聞いて行ったのですが、もう高所恐怖症すぎて無理やな、あれは。うん、なんかカズにあの撮影だけしてもらって、今は45階のレストランまで降りてきました。ここやったらもう3桁行ってるよ。いや、これでも怖いやね、だいぶ100何メートル行ってるな。あ、これな、何それ、サンドイッチっぽいよ。美味しそう、美味しそう。もう一回行っちゃってください。どんな味？え、分かれへんの？どうやって？チーズビューヨーン。どうやって？何の味これ？あ、え？うまっ。ツナのチーズサンド。え？ツナのチーズサンド。そんな簡単？簡単、ツナのチーズサンド。味が入ってけんよ。食べてみて、ゆっくり。わかった。夜景は、チーズサンド。やろ。むっちゃ綺麗ですよ。夜景はな。ただ怖い。もう。ルーフトップなんかさ、もう浮いてるみたいな感じやったやん。100メートル。なあ。移動はある。うん。でも気持ち綺麗かったな。ちょっと動画に撮ってもらったので。一望できる高さやな。いいホテルやな。じゃあちょっとこちらで一杯引っ掛けて部屋に戻りたいと思います。はい。はい、おはようございます。バンコクで迎える朝、ただいま6時ちょっと前、はい、7時にあのお迎えに来てくださるので、はい、今から先に朝食に行ってきたいと思います。はい、卵食べてきます。4つまだ全然暗いもんな。6時から空いてるレストランはロビー階なので待ってます。開くのも待ってます。なんか今回は日本食がありそうやね。パタヤではなかったから。ほら、あ、体に良さそうな米があるよ、米が。え？米と。あ、お前。味噌スープ嬉しい。ここにしよう。ここにしよう。まずはサラダからいただきます。おいしい。いただきます。どうかな。うん、うまい。卵かけご飯、味噌はどうかな。あ、味噌汁っていうか、だしスープみたいな感じなの。おいしい。どうです、念願の本場のジムに試合を見れる。うれい、うれい。もう髪型真似してきとるな、それ。無兵隊の真似してきとるな。楽しみやな。じゃあレッツラゴー。すげえ。今日は。ムエタイの試合でルーピニスタジアムにやってまいりました。僕はムエタイパンツを買いました。
昼食ですね。はい、昼食で試合が終わり、ショッピングモールに昼食に参りました。新しくできたショッピングモール。ボズや。うわ、中国人さん。あれ中国ね。いただきます。うまい。もう喉カラカラやったねんな。イグナ、タイってタイ料理食べずに肉ばっかり食べてるとい力をつけるために肉を食べます。普通にファミレス。食べる。ここはどこですか。バン。韓国で何食べてるんですか。エビ天どうですか。美味しい。美味しいんかい。なるほど。すごいな。念願の長年の夢の最高でした。すごかったでな。やっぱりこういう教え方はやっぱあんな初めてやね。素晴らしいね。ほんまは、ね、しんどさもいつもやってるしんどさとやっぱレベルが違うね。これがほんまの無礼体ですね。よかったね。やばい、この夢が叶ってね。で最終日はなんかショッピングモールに来ております。ほんでアテンドしてくれてる大臣の人がちょっと頼りないのでまだご飯にありつけてないんですけど、はい、じゃあ最終日食事楽しみたいと思います。最後はなんとタイ料理じゃなく日本料理を堪能してホテルに戻ってまいりました。はい、タイの夜はこんな感じ。はい、じゃあもう明日帰るので部屋に戻りたいと思います。はい、おはようございます。タイという日の朝、はい、今日朝食を食べて帰りたいと思います。最後の朝食いっぱい食べていきます。はい、いただいていきます。ようですね。ようと見せかけて味噌汁。パン多めやな。私はスクランブル、まずサラダからいきたいと思います。しみるの味噌汁が。味噌汁の次に何をいけるかと思います。まあ、これはだから離れ島みたいな。まあ、ちょっと中は入ってない、ね、入ってないな。大好きなバターを大好きなパンにつけての、どう、最高ずっとバター最高。今日も最後ということで思いっきり食べます。朝からチーズ。最後は山盛りのパクチーで締めたいと思います。うまい。心残りはない。
この騒音ともおさらばやな。残念やね。はい、タイの旅も終わって、はい、今タクシーで空港に向かっております。はい、30分ぐらいですね。うん、楽しかったな。楽しかった、楽しかった、ほんまに。まあでもな、家に帰るまでが遠足やから、まだまだ何が起こるかわかんないので。まあまあまあ、平時期に来たしね、ほぼほぼ、まあゲリラは一瞬あったけど、晴ればっかりで天気も良かったし、なん何よりもね、風の流れの夢が叶ったね。そうですね、本場タイでムエタイの試合を見る、本場タイでムエタイと一緒に練習する。そうね、ボコボコやられましたけどボコボコやられてたけど首相撲ほんまにやっぱり、じゃあ俺それにも感動したわけ。ちょ、ほんまに強い。強いな。で、わかるやん、俺も力にはまあまあ自信があるんやけど、少々あれやけど、やっぱりずっと隅込みでやってる、まあ現役じゃない人も、ともやってたけど、もう引退してる、むちゃくちゃ強い、やっぱり体が強い。すごいな。強い、体が強い。よかったやんか。面白かった。よかったです。はい、じゃあ最後空港に向かいます。はい、じゃあ後ほど。45分。15分だった。15分か。45分がない。ちょっと飛行機の時間を2時間間違えてたので、慌ててこのまま飛行機乗ります。もう時間なのでギリギリで、ギリギリです。